立憲民主党の政党本部が菅野寛氏が代表を務める株式会社コーポレーション令和2年から令和5年までの間に累計約9256万円を支払っていたことが X、旧ツイッター 庁の調査によって判明しました。報道によれば2020年には立憲民主党本部からコーポレーションへ番組制作費などの名目で752万3010円が支払われ、宮城県支部からも2019年および2020年に広告宣伝費などの名目でそれぞれ611万1000円と121万5000円が支出されています。また2024年10月26日の報道によると、立憲民主党からコーポレーションへの資金は累計で約6250万円とされています。アメリカに行ったら逮捕される逃亡者に資金を渡しているのか、立憲らしいといえばらしい話だな。裏金以上に悪質な行為だと思う。この件を報道しないマスコミもどうかしている。石垣紀子氏の秘書も務めていたから総額はさらに増えるのでは。立憲に渡にも不明瞭な支出があるよな。いつまで隠れ続けるつもりだ。マスコミはしっかりこの件も報道すべきだ。調子に乗っているが次の選挙は厳しくなるだろう。これも公金の一部なのかも。福山哲郎氏がシールズ出資者の会社に資金を流していた件と似たような話だな。左翼団体への資金が家計費や LGBT 関連事業で流れていることがよくわかる。 DAPPI を批判していたのに同じことをしているなんて。税金がこんなことに使われているのが残念。以前は頻繁に投稿があった小物が最近静かな気がする。背後に黒い資金の流れがありそう。 DAPPI 問題で批判していたのに同じことをやってるとは。本当に問題があるなら政治資金の透明性を追求するべきだ。立憲民主党は害悪だと思う。問題があるのにマスコミが沈黙するのは不自然だ。自民党批判のために使った資金の行き先を変えただけのように見える。マスコミもたまには立憲を批判してほしい。労組が支持するだけあって危険な政党だと感じる。